すいません、これ撮っていいですか？旅行いいっすね。ずっと行ってないな。行け！晩酌だけが唯一楽しみみたいな。真面目。お客さん来るからさ、家族で出かけたこともなかったわけ。死が目の前にあるのに受け入れて、最後までちゃんと生きて、スーッて、すごいなって思った。自分も死ぬときはああいうふうに死んだらいいな。